ねえおばちゃん、またまたジャニーズ関係で新しい進展があったよ。え、またあったの？え、何？ジャニーズ事務所 NG リスト社協名分を改変。では前半ではなく後半で当てるようにします。え、何？ちょっと久しぶりにレイコちゃん呼ぼうかしら。おばちゃん楽しようとしてない？いやもうおばちゃん50よ。明日仕事も早いし、動画作んなきゃいけないし、しょうがないし。何それ？可愛くないんだけど。え、そんなことないし。じゃあ、レイコちゃんだぞ。ジャニーズ側は4日夜、リストについて、弊社は関与せず、見てもおりません、と釈明文を発表したけど、その一部の文言が改変されたことが発覚しちゃったの。誰か特定の人を当てないでほしいなどという失礼なお願いはしておりません、と説明しました。リストは会見を委託した PR 会社が独断で作成したものだと主張。ジャニーズが当初発表した釈明文では、会見前々日の打ち合わせで PR 会社が持参したメディアのリストに NG の文字がありました。井ノ原快彦ジャニーズアイランド社長が、これどういう意味ですか？絶対当てないとダメですよ、と言い、PR 会社側は、では前半ではなく後半で当てるようにします、と答えた、となっていました。これに SNS の X では、リストの存在を知り、内容を確認し、そして撤回させなかったということ、結局リスト自体用いてるわけでしょ、ダメでしょ、などとツッコミが殺到しました。しかし、その後ね、文言が微妙に修正されちゃったの。5日正午現在、公式サイトにある釈明文は、では前半ではなく後半で当てるようにしますの部分が、では当てるようにしますに書き換えられています。X では、都合が悪い部分を添削した疑い、言い訳も偽造しているのか、さらなるモヤモヤが、などの声が相次ぎ、ますます疑惑は深まっているのねんねんねねねーん。ラビット速報様、記事元の中日スポーツ様、記事を使わせてもらっちゃいました。ありがとね。これなんか元放送作家で YouTuber の長谷川良品さんは X で、なんかちなみに私は PR 会社のプレーンをしていたこともあり、記者会見などプレスイベントの演出もしてきましたが、クライアントの意向を無視して勝手になどありえません。まあ当然ですよね、と指摘している。頼まれてもいないのに NG リストを PR 会社勝手に作ったと。いやーでもねえ、うるさいやおばちゃん。おばちゃんなんか訴えられないようにしてるでしょ。え、そんなことおばちゃん全然怖いものなんかないわよ。うるさいや。そんななんかねえ、ジャニーズが頼んだって証拠はないじゃない。PR 会社もだって認めてんですよ、作ったって。だから勝手にやったのよ。うっさい。お前だけや。しょうもない。お前は本当にしょうもないよ。でもこれ中日スポーツさん、頑張ってんね。各社ちょっと、だんだん、もうこの会見以降、もう場所がないでしょ。もう新しく生まれ変わるから、その新しくなった新ジャニーズ事務所を見守っていきましょうみたいなムードをぶち壊したこのぶっこみ、さすが中日スポーツさんですよ。で、終わらせんぞっていうその意気込みを感じるわね。ちなみにフライデーもぶっこんだよ。フライデーもあ、フライデーも頑張っとんな。あ、頑張っとんな。でも、うっさいや。前だけは、ほんとしょうもないと思う。ぐだぐだにぐだぐだを重ねてきたわけでしょ。おばちゃん思うのよ。ジャニオタのね、ま、お姉ちゃんとか、あと女の子たちに、おばちゃんね、これはもうみんなね、なんていうの、盲信してたらもうますますおかしな方向へ行っちゃうと思うのよ。よく考えてみて、ジャニーズというね、
世界の中で生きてきた人たちの、まあ、考えでこういう風にした方がいいんじゃないかなっていうんで、グダグダにグダを重ねたわけでしょ。これちゃんとじゃ、まあ、どっかの企業っていうか、ね、外部から人を連れてこないと多分気づかないんじゃないかなと思う。だって、加害者の企業なんですよ。で、会見って言っても、もうどちらかと言っても謝罪会見なのよ。まあ、2回目ね。で、一社質問、一つだけ聞きますみたいなこと言ってますけど。いや、加害者が、え、何を言ってんのって、これね、社会人だったらみんな思うのよ。で、彼らが、まあ、会見で見せた姿勢とか姿って、彼らが悪いんじゃないのよ。多分、気づいてないと思うの。だって、普通のまあ、企業さんで特に代表とか、されてた方からすると、何あれって言うと、本当みんな言ってんのよ。で、うちの会社の社長も、いや、あれ、何、ね、なんか分かってないんじゃないのってなんか言ってたから。おばちゃんがね、仕事サボって、休み、ちょっと会社でね、休んでる時に。また?いや、またって言わないでよ。またって言わないでよ。社長がね、何これってなんかちょっとびっくりしてた。多分気づいてないんだろうと思うのよ。やっちゃいけないね。まあ、解禁だったんじゃないのかなとおばちゃんも。外部の人連れてくるしか、ね、もし解禁次やるんでも、また失敗するんじゃないかなとおばちゃんも。おばちゃん、福岡の久留米市で、そんなバナーナなんだよ。え、そんなバナーナ?指導分離帯に無許可バナナ?福岡久留米市伐採求める。え?え、中央分離帯に高さ3メートル前後のバナナ3株が無許可で植えられていることが4日分かった。大きな葉が通行の妨げになり危険だとして市は植えた男性に伐採を求めている。久留米市の自営業、これ、もう名前出ちゃってるけど、江藤明さん ?51 歳は知り合いからもらい、約2年前に植えたという。あ、勝手に植えるって。で、近くに住む70代の女性は、実に鮮やかな紫が綺麗で、切らないと欲しいと話していると。まあ、おばあちゃんにはわからないよね。だって、鮮やかな綺麗な色してるんですよ、紫の。で、なんかフィリピンで採れるモンキーバナナと見られる。あ、寒さに強いと。ええー。じゃあ食べやすきっていうか、だからこんなに育っちゃったのね。もう、何木よ、これ。これは交通の妨げになっちゃうから。ね、ほんと、そんなバナーナだよね。ラビちゃん、バナナの皮と一緒で滑ってるわよ。わかってるよ。もうラビも疲れてんだよ。私を物にしたいなら、もっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの?そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。